授業でフリートークあったんです。何例えば5分、梶原さん、おはようございます。おはようございます。はい、梶原です。今日はあの梶原さんとお付き合いしてらっしゃる方をお招きしたんで。あ、本当ですか。その方との行き先等についてはいお話しください。ティッシュを、どこからこの情報漏れたんですか。お恥ずかしいです。わざわざ来てくれてどうもありがとうございます。もう付き合い長いんですか。そうですね、だいぶお世話になってて、物心ついた時から一緒にいますね。そんなに。はい。ということは幼なじみみたいなもんですか。そうですね、幼なじみから発展して今きよきよお付き合いをさせていただいています。どういったところに魅力を感じてるんですか。やっぱり私が困った時にいつも私の力になってくれるというようなのも私結構体質がですね、鼻炎とかを持っていて花粉症とかも結構なりやすいんですけど、そういう困った時にいつも近くで支えてくれて、時には手を貸してくれて支えてくれています。はい、やっぱりなくてはならないですね、私には。どれほど愛してらっしゃるのか、ちょっと言葉にして投げかけてやってください。難しいです。投げかけるってこちらにです。はい。はい、難しいですね。これからもずっとそばにいてね。という感じです。いいですね。やっぱり 2枚付きがいいですね、やっぱり。私が鼻水で溶かしちゃうので。1枚よりも2枚がいいです。こう1枚取って、で、あの鼻水がひどい時はってするんですけど、鼻水がちょっとちょろちょろって出る時はこうやって押さえてポイってします。ティッシュを取って、まずはこれのこの口の部分をペリって外すんですけど、うまくいったらすごく嬉しいですね。途中でなんか半分ぐらいから段ボールだけになる時があるので、こんな風に綺麗にあげてくれると、あ、今日は絶好調だなって思います。